続けて上級と言ってます。まあ、片方からしか聞こえないトラブルが、こう解決するまでは、できるだけマイクと口の距離を遠ざけて、やりめて、まあ、声が遠いとか、まあ、小さいとか、聞こえづらいっていうのはちょっと、あらかじめ、了承の上、見ていただけると助かります。まつがドラ。こんな手配、ペーチャ。ちょっと一段目に、これはドラに気づかないで切っちゃったパターンですね。これは。迷って初が出たんだったら、手配が良くて、ドラ切りした可能性ありますけど、あっさり切ったんで。しかも、TP2 枚切り。変則手ですね。これ変則手ですね。ピンズを全部拒否してるんで、ただ、本一狙うんだったら初使いますし、ちゃんと狙うんだったら初使いますし、これわかんないですね。国士、むしろ国士の方が近いんじゃないかな。これ国士の可能性ありますね、これ。あれ？じゃあ、順当に、ソーズかな。ちょっとものすごいソーズ、ピンズが安いですね、バーが。あれ、ソーズも出てきた。ちょっと親わかんないですね。意味わかんない。ちょっと様子見ようかな、この位置を。上は鎮逸かな。あ、また切ってきた。上はマンズ一本で、左はトン、なんだろう。まあ、トンとドラが一つ二つぐらいだと思います。親はよくわかんないですね。これいいですね。ピンズ安いんで、みんなピンズいらないし、これはローン上がりが期待できる場ですね。ピンズが安いんで、その上ピンズ待ちなんで。これはローン上がりも十分期待できる場の状況と待ち。ヤンゾーもまだ生きてるんで、暗観の可能性はあり。マンツなのになんでパートが出てきたのかなって感じですね。危ない。これ右やっぱ国旗ですね、多分親。手出しでずーっと見てたんですけど、言いそう。1球ばっかり切ってきてたんで、手出しで。1打目に初、でも、初、あ、国士じゃないか。初2枚切ってるもんな。で、一般卓だったら意味わかんない打ち方でそうなってる可能性ありますけど、右の人はちゃんとこう、麻雀打てる人がやってるんで、ちょっとこう、気になるというか、こんな風な最終形を描いて売ってたのかななんて思ったりします。これはまあ3つの両面とパーソーパーピンのシャンポンですね。もう話早いです。
兵も厄配なんで、もしかしたら泣くかも。この形だったら泣かないですね。兵を順当に落としていって、まあ、二刺しは見る必要ないと思うんですけど、正直。あ、見る必要ないな。グーピンがドラなんで、三ピン引いてきても、ちょっとパーソー切り間違いですね。二三四で揃っても多分、グーピン使うんで、まあ一枚安牌でも抱えたいなと。むしろ差し子をね、さっきグーワン切ってポンされましたけど、あ、でも、リャンワンもドラだから、3、4、5で揃ってもリャンワン使うんで、ちょっとこれは私の都合上面前でリーチっていうのを考えるんで、兵は2枚ともスルーです。むしろ面前でリーチで そこまで手が育たなければ上がんなくていいやっていう感じですね。これはいい泣きですね。おお、ドラが2枚。チートイには行きたくないんですが、チートイ以外メンツならなそうですね。この辺があんこになると、話は早いんですが、そうならない限りはチートイしかないかなと。で、右はタンヤオかマンズ。これを引くんであれば、ちょっと真ん中に寄せたいですね。この辺をメンツにして、スーワンもくっつけて、イーワンをジャントーにして、ピンフつかなくてもいいんで、両面待ちのリーチと。こうか。ちょっと個人的にチートイツよりはメンツで派なんで、イースを最終的に落としていって、3ワン、ウーワン引いて。どうなるか。まあ、土田交渉風に言わせると、イース、イースと筋で重なってるんで、これはチートイだと。トイトイだってなるんですけど、まあ、両天秤で行こうか。メンツケと、トイツ。ああ、こうなるとトイトイだな。三ピンが先に出たらポンしたいですね。イースが先に出ると、ちょっとどうしようかなと。また、ウーワンとか三ワンとか引くんであれば、メンツで行きたいんで、面前でリーチしたいですね。基本泣きたくないのが私のスタイルなんで、まあこれはイースワン待ちが大いにありますね。またぎ数字、私もこんだけ持ってますし、イースワンはとりあえず切らないと。今イースを出たらポンですね。あれ言ってるそばから数番消えます。全く読みが外れてました。6チッパの3色、ピーピンズの3色。まあ EC1 は入り目になってたかもしれないし、まあ私の手配で使えてたんで、もともと切ることはないだろう。これは、
これは私も見ていいと思いますね。九州九敗と。3の1、3の1です。私はまだパート300ぐらいあって、国士1回も上がってないんですけど、100万の中で一番出やすいのが数暗号と国士なんで、出てないんですよね。手が来た時は狙ってるつもりなんですけど。はみんな私の手配を見て、ああ国士だと分かってますけど、狙ってるのを分かってても転敗はしないだろうと。一応いいシャンテンですね。いいピンと9ピン。ただいいピンが3枚出てるんで、いいピンから引いたらチャンスですね。国士は狙ってるっていうのは分かってても、どうせ転敗しないだろうっていうのが誰もが絶対あると思うので、2ピンが残り1枚、9ピンは残り3枚。ドラ1。1700差。まあ、親なんで、一発逆転しなくても、まあ、とりあえず上がる。親の時だけはなんかちょっと、普段も真面目に言ってますけど、親の時だけ少しこう真剣味が増すんですよね。まあ、それは私に限ったことじゃなくて、みんなそうなのかなと思いますけど、普段からこう 100% の集中力を発揮するんじゃなくて、普段は50% ぐらいで、親の時だけできれば、それ以上のパーセンテージで臨んでいる。ただ麻雀は角とパイパイにかなり左右されるので、自分の実力がどうこうとか集中力がどうこうは、あんまり、いうこと聞いてくれないですね。これは親なんで、タイヤをでもいいかも。泣いてタイヤを。左が速そうですし、トップ逃げ切りの上がり速そうですし、連チャンしたいんで、3ピンチーかな。U1 もチーしようかな。あー、3ピンが。U1 チー。3ピン泣かれちゃったんで、はい、3ピンを嫌いました。早い。うまーく逃げ切られましたね。なかなか思い通りに展開を持っていけないのが、毎回同じようなセリフ言ってますけど、まあそうなのかな。
えばこの状態であと5日って書いてて、5日間何もしないと、誰かがこうポイントを稼ぐので、自然とこう、下の方に降格する方向になってしまう感じがしますね。まあ、MJ の方もたまに開いて、できれば早急にトラブルの原因を直すと。でたまにやっぱりしばらく打ってないと打ちたくもなるんで、まあ打つ以上は、音声トラブル解決しなくても取ろうかなと。たまたま、こう何百パートも、300パートもやっといて、たまたま録画しないときに第三弦とか国試とか出るのが一番後悔するんで、せっかくずっとやってるんであれば、打つ以上は取りたいな、という感じです。いつも見てくれて、どうもありがとうございます。ちょっと今回あんまり読みとかの解説になってなかった気がするんですが、まあちょっと生ぬるい目で、生温かい目で見ていただけると助かります。また、何かいいセリフが、読みが出てくるように意識して、今後も打ちたいと思います。どうもありがとうございました。